なさんありがとう。ぼやっきーさんもありがとう。錦鯉さんもありがとう。お疲れー、お疲れライス。ヨナさんありがとう。やっほー。暇を持て余してたの？まあそうだよね、土曜日だもんね。コウスケさんありがとう、ハート。お餅ハートありがとう。テイカーさんありがとう、バラ。白雨さんもバラありがとう。暑いの？やっほー。食パンダさんタコチューありがとう。今夜はカレーにしよう、いいね。お疲れで決まったの？今の一言で今のお疲れで決まった？夜ご飯疲れ。一人仕事、一人で仕事してて退屈だった仕事中かい白雨さんありがとう。食パンダさんもありがとう。お疲れ。でもカレー食べたくなった、私も今ので。歯の定期検診いいね、大事。口腔環境を整えるの大事ね。このアバター可愛いよね。リアルウマ娘見てます。おや？トリガーさんありがとう。トロピカルジュースマリュバラありがとう。キヨニバラありがとう。もやしとカレーのルーだけが楽そう。もう究極飯やな。究極、究極の節約飯やん。マコクマス、ん？マコクマじゃない、マコヤンさんありがとう、バラ。ミキヤくんありがとう、バラ。シバさん、アオはありがとう。ちょうどリコチに会いたいと思ってた、嬉しい。そう思ってもらえて。リコの虜になった、ショールームで。やった。ロニーさんハートありがとう。ミキヤくん、アオはありがとう。カレーは毎週日曜って決めてます。特別金曜じゃないんや、日曜ね。ひびきちゃんありがとう、バラ。けんちゃんハートありがとう。きはさんバラありがとう。ヒーローさんハートありがとう。確かに最近人前、ん？最近なんかイベントなかったね、あんまり。スパ、あ、僕1週間前の鼻だれぐらいですかね。のろすけさんありがとう。じゅうちゅう、みつさんバラありがとう。かつりんさんペンライトありがとう。なべさんありがとう。たこちゅう、三宮楽しみ。それな、どんな場所なんだろう。よし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 。つぶちゃん横で寝てる。なべさんありがとう。たこちゅう、2週間で何があるの。勇気ハートありがとう。アンディさんはありがとう。夏みかんちゃんバラありがとう。ロニーさんハートありがとう。池袋も楽しみ、会ってみたいよ、会ってみたいよ。私も横地の好きな若者のすべて。そうヨルシカの方、フジファブリックさんの歌も好きだし、ヨルシカさんの歌も好き、どっちも。ジェリーさんハートありがとう。ミツさんバラありがとう。確かにオーストラリアいいね。池袋ってどんな街？池袋行きづらいの？あ、縁日ね。確かに縁日で会えるね。ミキヤくん、ケンちゃん、クニちゃんありがとう。あー梅の飴酸っぱい。戦うむとよしかさんありがとう。でも私あんまり池袋という街を観光したことがない。ムービングさんありがとう。あわわ縁が深い。
池袋？ん？サンシャイン池袋？サンシャイン水族館あれ池袋か。いいじゃん。ならわかる。サンシャイン水族館があるところ。サンシャインシティもあるところだよね。え、全然大丈夫よ。マイコルさん、ありがとう、バラ。すみません。ミキヤ君、わわわ、ありがとう。全然気にしないよ。ルムちゃん、アイオが来てないよ。梅が酸っぱい。ドリルドリルドリルだよ。ミキヤ君、あわわ、ありがとう。何乙女ロードって。戦うマトリョシカさん、ありがとう。バラ、参ったなサムさん、バラ、ありがとう。ムービングさん、ありがとう。あわ、梅が酸っぱい。梅が酸っぱすぎてびっくりしてる。池袋って女子の街なの？知らない。マーサーさん、ありがとう。トロピカルジュース、そう、ミシン、ミシン、ミキサー、そう、ミキサー、ミキサー。全部デトラ、デトラで。かき氷作ってる、そう、かき氷、かき氷、全部デトラメ。最近のおすすめ曲はだって若者のすべてしかないよ。全皇帝、全皇帝って悪いわね、なんかこういうあれだと。梅酸っぱすぎた。今からねメイクをしようと思ってるんだよ。でもそれまでにちょっとマッサージもしようかな。池袋写真集を出してから自身に変わったことありますか？なーにも。なんかあるかな。人生楽しんでます。いいねこれ。確かに人生を楽しんでます。家で流しそうめん機で一人で流しそうめんしてる。しようやん。私もしようかな。今夜さ、お腹空いたらやろうや。食べるものが何にもなくって、食べるものが何にもなく、食べれなかったらしようよ。やった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 今夜食べるものが何もなかったら。なんだと。写真集楽しみです。嬉しい。でも写真集を出すことになって、ほんとなんかみんながいっぱい褒めてくれたり、なんだろう、みんなにいっぱいその写真集出すんだって知ってもらえるのがすごい嬉しいです。お利口さんの鼻が少し高くなった。え、自慢してください。俺の推しメンは写真集を出すんだってマジ自慢してください。まいったなサムさん、バラ、ありがとう。カレーは却下されたかって。え、確かにカレーか。カレーも食べたいなと思ったけど、やっぱ夏は流しそうめんやない。りゅうちゃん、みきちゃん、ありがとう。あ、
色のついた冷麦のやついいね。タワさんありがとう。今夜はかき氷いいじゃん。僕の推しはリコチェしか勝たん。やった。もう自慢の推し面になりたい、みんなの。だから写真集を出してまた一歩みんなの自慢の推し面になれたかなと思ったら嬉しい。だって俺の推し面は写真集出すんだぞってみんな自慢できる。自慢してほしい、私のこと。もっと、そうね、ボム掲載も自慢の推し面として、俺の推し面はボムに乗るんだぞって言ってほしい。マル、バラありがとう。ずっと自慢の推し面です。お願い。ロニーさんありがとう。ハート。写真集の表紙はそう自分で選んだ。え、どんな表紙？あ、あれか。うん、あれしかないと思った。でもママとも選んだ。ママに全部なんかどれがいいかなって送って、ママと意見が一致したやつがあれ。というか私が一番これがいいなと思ったらママもこれがいいじゃんってなってた。ミキヤくん、青ありがとう。山口は冷麦そうめん。え、そうめん、冷麦なんて言ったことないよね私。冷麦だって、冷麦って最初聞いてん、麦茶かな麦茶って思ったけど、冷麦っていうなんかそうめんの種類なんかもあるんだね。みつるんかっこいい、ありがとう。ロニーさんハートありがとう。自分の周りの人にリコちゃんの魅力もっと知ってもらいたいの。お願い、いっぱい布教して、布教活動。でも私も魅力的って思ってもらえるように頑張る。かき氷作り中。リコちゃん推し何人まで許可してくれますか。何人でも。別に単推しだろうが何人も推してるだでも私への愛が特別だったらそれで嬉しい。ピー横ちゃんマンさんありがとう。リンパマッサージ、なんだかんだマッサージ大事。かわいいね、つむちゃん爆睡だ。大爆睡だ。口がかわいい。あーさんありがとう。自慢の推しになってる。あーさんありがとう。バラ、冷麦っていう、もしかして。ジャックさんありがとう。うん、そうめん、あ、麺の太さでそうめんと冷麦が変わるの。サムハートありがとう。ズーデスさん バラありがとう。ヒヒさんトロピカルジュースありがとう。ミキヤくん青ありがとう。トラッキーさんレインボースターありがとう。卒業ね、相次ぎましたね。何何、ブリーチした後帽子かぶったらどうなるの。ナッツさんアボボありがとう。おもちさんバラありがとう。フォロー嬉しいな。髪の毛がちぎれるとか。最後の花火に。ツーですありがとう。コータバラ、ミキアくんありがとう。ST はリコチが守ってください。もう守りたい。おもちさんクッキーありがとう。寂しいよね、メンバーが卒業していったりする。いびきかいてる小さく。お、590日ありがとうございます。あと10日で600日ってこと。やばいじゃん。どうなんの600日。美人になりたい。
千日着実に近づいて、あと千日まで何年かかんの？1年と半年とか？千日の道のりね、近づいてる。うん、うん、一生美人になれない。クレイが物語っとる。粘土に加工するやつが物語ってる。今日はスイカの日？スイカも食べたいね。リコチはずっと STU48 にいないと。どうする？入れるかな。お、バリーさん600回訪問ありがとうございます。ソフさんバラありがとう。凍ったバラいいね。みんなも着実と旋回訪問にたどり着けるのでは。バリーさんありがとう。凍った子でも凍った子多分とかタコ絶対寒いやん。ちょっとウケるんだけど私。深夜さんハートありがとう。リコちゃん卒業したらったらギャン泣きしないで。ギャン泣きしないで。そんな日は遠い昔だよ。遠い昔じゃない、遠い未来だと思うよきっと。あと1年2ヶ月かからない。マジで？1000日超えたら何しましょ う, そう逃げてるね。休む。1000日超えたらあのさ、毎日アイドル継続チケットがあるけさ、それ使って旅行行ってきます。休もうやけ。にゃんにゃん。長い人生振り返った時思い出になるよ。あと410日で1000。すごっ、頑張って。え、私か。410日、410日。にゃんにゃん、ワンワンなのに。あの顔どんな顔してる。あ、わーん。旅行しよう。本当だね、激しい運動。にゃんにゃん、そう、うちで飼ってるにゃんにゃん。にゃんにゃん飼ってんの。猫。確かにチケット使ってないね。そういえば、え、2025年の9月10日に1000日突破するって。やん。まああと1年ごとちょっとか。すごい、え、嬉しい。下奈々さんのファンクラブ入ってる。ロニーさんハートありがとう。無理せず使えるときは使って、ありがとう。まあじゃあまあでも私体調あんま崩さんもんねみたいな、寝てないと無理ですみたいなときないから、本当にチケット必要ないんよね。でもいつか必要になる時が来るんだろうな。例えば、新幹線に閉じ込められたりとか24時間動かんかったってことよね停電して、え、これに閉じ込められた時はできない、配信できない。だから毎日、あ、なんかもううつろじゃないの。毎日配信はできない。その時は継続チケットします。かわいい。
でもそれでも多分私は車掌さんと話し合って、ちょっと配信15分だけさせていただけませんかってする気がする。みきやくん、青はありがとう。確かに本当に体調を崩した時はするわ。継続チケット使うわ。え、これし何を言ってないじゃん。これしか言ってない、これ。確かに有給。みきやくん、青はありがとう。こんにちは。うちのね、ワンちゃん、あ、そっか、15時超えたけどさ、なんか盛んになった。こっそり配信できたらするわ。でもいつも思うよ、新幹線移動の座標時間配信ができたらちょっとはなんかさ、気晴らしにもなるしさ、いいなと思う。ゆうぴょんさん、マリナーズさん、ありがとう。たまには温泉でも行ったらってありがとう。温泉行こうかな。あー、確かに伸びしろですねで紹介されたお部屋に温泉がついてるやつ行きたい、泊まりたい。体がつよつよなのはママのおかげってきてる。そうなの、私。そうやね、元気な女の子です。かわいいね。あなたどこ見てるの。上の空やん。上の空、ガチ上の空じゃない。眠いんだ。マリュありがとう。カツリンさん、ペンライトありがとう。ひよちゃん、100回訪問ありがとうございます。昔だったら新幹線も個室があったんだよね。え、マジですご。あら、かわいい。赤ベイビー、赤ベイビーがかわいい。赤ベイビーね、午後3時になったからちょっと更新されて人がいっぱい来て嬉しい。ゆうゆうゆうさん、バラありがとう。あきさん、ハートありがとう。プルートさん、300回ご覧いただきありがとうございます。しんいちさん、ありがとう。は広島だったら大分の温泉がおすすめだよね。大分の行ってみたい。みきやくん、おう、ありがとう。るちくん、バラありがとうね。山丸さん、100回ご覧いただきありがとうございます。トラッキーさん、凍った子ありがとう。両足、うん、なんだか違和感。幸吉さん、新一さん、バラとハートありがとう。なんかリラックスしてる感じいいね。リラックスだよ。タコ顔。福ちゃんち、バラありがとう。凍ったバラ。ルームのフォロー皆さんありがとうございます。道後温泉って愛媛だよね。行ってみたいかも、道後温泉。ぼっちゃん、夏目漱石。エアコンの部屋から見てるよ。マジ涼しくしてね。私はこの部屋寒すぎて長袖長ズボン、しかもズボン裏着もこの部屋寒すぎて半袖半パンでいたらさすがに寒かったから。え、いや、もっと低いやろ。私寒がり暑がりって寒がりやもんね。体温調節がうまくできないです。
さんハートありがとう。冬です、冬の格好をしてる。ナッツさんありがとう。泡で、そろそろメイクをしていくか。髪の毛もちょっとなんか巻きたいんだよね、気分を変えたくて。あなたに会いたくて会いたくて眠れぬ夜はあなたのぬくもりを、そのぬくもりを抱きしめて、そっとおでこをつけてみる。あんまり歌詞がちょっとごめんなさい、わかりません。何その肩の動き、なんで肩、なぜその歌い方。そうツッコミ。そりゃそうだよね、肩の動きと歌詞の違和感。そりゃそうだよね、急に肩揺らしながら。あなたのバリーさんありがとう。バラ凍ったバラありがとう。みんな面白い。工藤だよ、気をつけて。あそこね、あ面白い。みんなの総ツッコミを受けた。カーボーさん、カエルさん、バラちゃん、福ちゃんちもバラちゃんありがとう。ロニーさんありがとう。ハート途中まで歌詞完璧だったと思う。やりました。それではオペを開始します。リコチ今日はお休み。早くない？マジ？オフの日にメイクするとは、さてはあそこに行くな。どこかは知らんけど行ける。そうそう、ちゃんと外に出るんよ私だって。ケイタさんありがとう。オペ開始。ノリノリな歌になっちゃった。ケイタさんハートありがとう。私だってね、あとはやっぱ速攻元気と写真も撮らんといけんし。速攻元気応援隊ですからね。ドラマの見すぎやん。石原さとみみたい。オペ開始するのドラマの見すぎやろ。お寿司食べに行くしか思い浮かばん。実家あるある、マジ実家あるあるだよね。お寿司食べに行くか、たこ焼き食べてるか、マックか。あんまりみんなに言ってないけどマックもめっちゃ食べてます、実家だと。応援隊ミッションマジやる気。え、若者のすべて歌いながらメイク希望。めっちゃハードル高いやんこのリクエスト。風の強さがちょっと心を揺さぶりすぎて、真面目に見つめた君が恋しい。とっさに出てきた歌がマリーゴールドだった。マリーゴールド、どんな頭の歌詞忘れちゃった。若者のすべて、夕方5時のチャイムが、今日はなんだか胸に響いて、運命なんて便利なものでぼんやりさせて、
たっても思い出してしまうな、ないかな、ないよな、きっとね、いないよな、あったら言えるかな、まぶた閉じて浮かべているよ。何、どうしたの？この歌を歌ったらこっち向いた、もしかしたらあの世代だったのかもマジで？もうね、ベースメイク完了。アイスが食べたいです。わかる。確かにアイドルリコチの虜もいいかもしれない。アイドルリコチの虜。あら、新しいのが来たわよ。ここクマをね、こうやってコンシーラーで隠すことによって、顔が明るくなるわ。確かに。なでなで。え、ママにさ、この動画見せたっけ？あの左足が言えないめっちゃ赤ちゃん。左足。右手。左手。右足。イナリアニ。私ね、ラ好き。私はラが言えなかったんですよ。ダか、ダが言えなかったから。え、ダクダ、え、ラクダのことさ、ダクラとか言ってなかった？私多分、え、なんか漢字てかひらがな、小学校の頃ひらがなノートに確かラクダでマジ苦戦した記憶があるもんマジで苦戦しました。ラクダは確かダクラって書きましたし、大好きのこともライ好きって書いてたよね。マジ多分なんか昔のコーナーとか、この家の昔コーナーとか調べたら、マジそういうのひたすら書いてる。多分ママの、ママへのお手紙とかもさ、ライ好きだよね。そう、ロムさんありがとう。あと何があるかな。え、例えばさ、岸田さんとかのことだって、岸田さんとか多分言ってたよね。多分岸田年々とさ、ここのほくろが薄くなっていく。昔の写真見返したら、顎にしっかりほくろがあんのに、ここにね、もう薄い、ない、ほとんど。まぶた閉じて浮かべているよ。キングさんありがとう。クッキー、ロムさんバラありがとう。マジでさ、肌荒れめっちゃ痛くない？最高。なんであんなにさ、死ぬほど肌荒れてたのかね。ストレスなんの？治ってきて、どういうか、ほとんど最近目立つような肌荒れは起きてないかな。よいちさんありがとう。バラ、作業と他業がよく混じること。マジで？毛を逆さに描いてる。あ、こけちゃんね
コケちゃんね。コケちゃんあれコケね、マリモのことです。コケちゃんはあれコケなんです、普通に。コケをコケに、コケを主人公にするさ絵本ってなかなかないよね。着眼点ね、肌がマジであんまり最近肌悩みないです。今までは全然ニキビとかできてたけど、大人になったんかな。ああ、え、あれが多分効いちゃうよね、メナード。化粧水とかも変えたんですよ、全部。それも合ってるかも。絶対ライオンと思ってた。え、ママはさ、あれなんて思ってた、コケちゃん最初見た時。もうそこまで認識すらしてなかった。何でも見た目ライオンよね、あれ。そう、ライオン。リナロフィーさんありがとう、バラ。確かに。え、でもヨーグルト食べ過ぎたらマジでニキビできる。マジニキビメーカーほんと辛すぎる。あ、これどうする？これでもひんやりしてて気持ちいいね。置かないでって。寒いかな、大丈夫かな。ヨーグルトはだから多分乳製品が合ってなかったんだ。あとは皮膚科に行ったし、それも良かったのか。銀狐さんありがとう、100回見に来てくれて。中身さん200回ありがとう。だからもう私寝起きドッキリいつでも行けるよ。すっぴん NG ないよ。リナロフィーさんありがとう。もうあんまり最近サプリも見てない。あ、サプリ飲んでない。狂ったように飲んでたけど。メイクと眉毛もするので、ちょっとパウダーで抑えますね。合う化粧品見つかってよかった。ほんと でもやっぱ大人になると落ち着くんだね。芝さん、桜花さん、マジでヨーグルトちょっと食べ過ぎただけで、あ、やばいニキビできんかなってヒヤヒヤなるもん。あー、お味噌汁飲んだ方が、飲んだらいいの？けっちゃん、しばさん、みきやくん、キングさん、クッキーありがとう。朝配信は声だけでいいよ、優しい。なんで頭だけでいいの？というメイクがある、いける。ほんとすっぴんでもいける。キングさん、クッキーありがとう。なあ、確かにね、寝起きで ランチャーさんありがとう、200回見に来てくれて。そうね、うまく付き合う。
き合っていこう。声だけで癒される。マジ？ありがとう。そう言ってくれて。まぶた閉じて浮かべているよ。涙袋星人。メイクバチバチが好きです。超可愛い。嬉しい。メイクやる気が起きまくる。そんな。ひろ太郎さんはありがとう。まつさんもバラありがとう。ちょっとメイクの順番がバラバラなんですけど。バラー。ちょっと眉毛。ラブイーズ知らない。何それ。ブイーズなら知ってる。イーブイの進化系。祖父さんありがとう。あわわひろ太郎さんあわわありがとう。ミキヤくんもあわわありがとう。嬉しい様子を言ってもらえて。みんな褒め上手だな。ソフさんあわわありがとう。ほんとどちらも良い。てか 目がめっちゃぼやける。そうなの。 TikTok TikTok あんま見んけんね。ケンちゃんトトラありがとう。田村真由さん好き。ケンちゃんありがとう。バラバラローズ同じ意味で受ける。トトラ青はありがとう。したらアイライン。ちょっと休憩。うわー。玉田真由です。けんちゃん、コータバラありがとう。ニョッキミルンさん、コータコありがとう。平成天狗さん、コータバラありがとう。サーくん、700回ご覧いただきありがとうございます。私待つはいつまでも待つ。
は白洲さんありがとう。名古屋のマジで今回は全国じゃなくあれやっけね。名古屋行きたいな私も。ピオリンが食べたい。何度も言っていますがピオリンが食べたい。 I wanna eat ピオリン。でもピオリン、そうお土産で誰か買ってきてくれんかなとか思うけど、ピオリン賞味期限超少ないんだって、超短いんだって。儚き命ピオリン。ね、日帰りに、日帰りできそうじゃない。でも名古屋ならでも言うてさ3時間よね。てかさマジでさ新横浜から名古屋の間ってマジで長いよね。そんな遠いん。どっから飛んできた流れ玉。そうだよね、消費期限は当日中だよね。鏡、すいません鏡でびっくりさせてすいません。ミキヤ君ありがとう。名古屋は広島と東京のちょうど中間。そっか、私体感的に広島と東京のちょうど中間は大阪かな、新大阪かな。メイク再開。静岡はそっか。ニョッキンミルンさん、ミキヤ君、ミヤンコ先生ありがとう。プレゼント、ピオリンプレゼントしようとしてくれたの、優しい。
今日のんびりメイク中、メイク中、のんびりメイク中。大阪意外と近い、わかる。母親に来るの？レヒ。東京から広島はそうね、遠いよね。ロニーさんありがとう、ハート。ハヤトさんもハートありがとう。次は広島で観光するなら宮島とかみんな行くのかな。あ、大丈夫だよ、ありがとう。あ、ビューラー受ける、やばい、ビューラーじゃん、チーク塗っちゃった。48度、それは汗出るわ、吹き出す。てかさ、みんなめっちゃおもろいのがさ、メールの返信でしっかりさ粘土で遊んでんのおもろすぎた。ミキヤ、わわわ、ありがとう。暑いね。昼休憩お疲れ様、長かったわね、午前中。マジでご飯食べる時間とかかな。引き帽子マジで行ってほしい。でもね、特に休日は並ぶので、注意です。あやかちゃんありがとう、凍ったバラ。ハートもありがとう。マジでここほんと肌寒いよ。え、45度になるんだね。45度、気温が45度まで上がることってあんの？すごい。大照明さんありがとう。他グループのメンバーさんと交流あります。
NCT さんのメンバーポキちゃん以外に私の配信よく見てる誰？めっちゃ嬉しい。誰だろう。太陽さんありがとう。凍ったから。あ、舞台の先行受付明日から。やばいよ、みんな急げ。まつげすご、舞台メイクやん。子さんハートありがとう。パヤさんありがとうね。舞台のことを言わなきゃね、みんなに。ロムさんありがとう。ほとんど終わりそう。え、すごい飛行機いいね。確かに。ハヤトさんありがとう。夜配信する。え、高島ゆあちゃん。え、誰誰、配信よく見てくれてるの。え、なんでなんで、嬉しい。なんでなんで。はやとさんありがとう。どうしてどうして。学ぶとこある、私の配信で。え、私と仲良くなりたいって言ってくれてるの。そんなもうウェルカムすぎる。私となんて、仲良くなりたいなんて思ってくれるなんてウェルカムだよ。超絶ウェルカムだよ。私なんかでよろしければ。超絶ウェルカムだよ。NGT さんと絡み多いの嬉しい。え、生まれたばかり、ほやほやや。
ちゃん先輩なんだね。あら、起きた。尻尾振ってる。髪きれい、嬉しい。寝方。あ、ここだよ、お姉ちゃんは。かわいいね。呼びます。山ちゃんもありがとう、うっぽさんもありがとう、たかちょさんもありがとう。釣られてるなんて悲しいね。まあ行きたいところに行けばいい。なんで？釣られるらしい。まあいいけど。行きたいところに行け。ケンちゃんありがとう、ハート。ハートありがとう。ミキヤくん、アババありがとう。ニョッキンミルンさんもありがとう。そうなんだ。やない？テクニック増してるね。ひびきちゃんありがとう。サム、ハヤトありがとう。マリュ、かわいいありがとう。よき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 、ニョッキンミルンさんもありがとう。ミキヤくんありがとう。
ケー、メイク完成。メイクは完成。前髪がボサボサ。ナリタのせち、かわいい、ありがとう。良き良きでしょうか。うっぽさん、あわわ、ありがとう。仕事で東京行った時のおすすめの定食、全然定食なんて食べるあれはありません。コンビニミニストップかな。確かに東京駅いっぱいありますよ。定食とかもあんまり食べないかもね。うん、そんな気がする。新幹線内でのおすすめの過ごし方、寝る寝る。モフちゃん、ハートありがとう。マジで寝るしかないかも。寝てたらいつの間にかついてる。博多まで。そう、寝過ごします。大体大体のとこ寝過ごします。スーパートータンさん、200回ありがとう。同じこと言ってるやん。寝るか。ちょっと待って、うっぽさん、ミラボありがとう。なりたのしんち、ありがとう。あわわ、ロッピーさんもあわわ、ありがとう。もふちゃんもハートありがとう。ロッピーさん、成田の新地ありがとう。お疲れ様。こんにちは、よろしくお願いします。確かにな、ハワワ、ありがとう。
島の美味しいお店つけるのある。散髪さんありがとう。え、マジあれ美味しいよ。ドラキングエース。天使の羽。天使の羽背負えてずっと安心。てってんてんてん虫の羽。天使の羽懐かしいよね。ね、今としごさんありがとう。今誰が CM してんだろうね。あ、わかる。ドラえもんの CM。 そうだよね。ドラえもんのことドラちゃんって呼ぶ人いるの？ママ？マジで？ドラえもんはドラえもんやん。え、マジで？静香ちゃんぐらいしかドラちゃんって呼ばんやん。ママとか、あの、のび太のママ。ママもドラちゃんって呼ぶん？ボサボサがすぎますな。ドラちゃんなん？ドラえもんやろ。もんやろ。あれはドラえもんよ。ドラえもんやん。びっくりしてる。ドラちゃん。本当？ちょっと髪がボスだちゃん。天神の CM やばいね。天神天神天神。天神だからできたこと。アグネスちゃんさん、絶対見たことあるよ。てかドラえもんのこと本当ドラちゃんって呼ぶ人いる。ちょっとそこにびっくりして。階段駆け上がる。あんなこと嬉しい。なんちゃら大好き。ニヤニヤしちゃうよ。あんなことそんなことこんなこと。この CM は。デンデレ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 ン。デンデレ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 ン。未来を作ろう。ミニだ。この CM 分かる人いるの？ナッツすぎるでしょ。え、ココアさんアーシャできたの？クアラルンプールアーシャ？何の CM か思い出せないよね。ココ
ここだけがもうこうなってるの。これは全然こうはならんのに、こうなってほしいのに。重たいなぁ。さんありがとう。建物じゃあ何々さん、なんでそんなに大きくなっちゃったのみたいな。必死に頑張ってきたからよ。アリさんマークの引っ越し者です。これはキッドさん、モビさんありがとう。清水建設だったんだ。あんなことそんなことこんなこと。トリガーさんありがとう。未来を作ろう、レッツゴーね。懐かしいよ。熱い。インスタライブってしてみたいけど、できるのかな。4時、はい。もう4時だよ。私って何時から配信してんだ一体。あ、英語のインスタライブ懐かしい。あ、14時40分。さあ全然じゃん、まだ。私は今からちょっと今のこれは癖を取っただけなんですけど、今から髪の毛を巻きたい。ありがとう教えてくれて。時間引っ越しの社会社会わかる。引っ越しは日通わかる。絶対アイドルやめないで。確かに新曲生きここで終わったもんね。じゃあ今から髪の毛巻いていこうと思います。どうやってやるの。いいのでは。ほらほらほら、いいのでは。ストレートで巻くのさ超難しいイメージ。いいのでは。巻くのめっちゃ久々かも。あ、なんか違う。
い。ポンコツさんありがとう。カー君もありがとう。首に美しさとかあるの？みたいな。嬉しいぜ。このさ、ストレートアイロンでなみなみウェーブを作ることを上達させたいの私は。いいのでは？なんか思ったより自分が上手で、ほらほらほら、ほら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 、あ、いいのでは。うまい、うまい。そう、あんま巻き髪しないけど、そういつもストレートヘアのイメージだよね。あ、じゃなんか上手なんじゃない？あんまさ、服が黒いけど分からんのよね。髪の毛ね、そう、時間かかるよね。慣れたらさ、あっという間なんだろうけどね。ララバイさん400回見てくれてありがとう。ふてぺちさん200回、あら、ご飯？なんか下手くそになってきた。なんか下手くそになってきた。よきよき。なんかみんな私の配信で私が髪の毛巻き始めて暇だから、なんか運営さんへの物申し会みたいなのしててウケる。難しいよ。負けたけどさ、なんかよくわかんない。スノーありがとう。凍ったバラありがとう。
こっちの髪も行きましょう。ゆき、かわいい。ありがとう、コートバラ。難しい。しかもずっと目を開いとるから目が乾いた。かわいい？よかった。今、見えづらい。こんな感じ。よきよき、よきよき。今頑張って巻いてる。はい、あとラスト一束。よきよき、やったやった。巻き巻き。ニョッキかしら。かわいい？ええ女感ある。じゃあ完成。なんかここもちょっと良き。できた。ふう。できた。
ょっと余熱でここの毛も。はい、内巻き。オッケー、やった、巻き巻きできた。トトラ可愛い、ありがとう。ニョッキンミルンさん、バラあり、あ、だるまありがとう。アッキーさんありがとう。バラフさんもハートありがとう。スノーバラありがとう。成田の戦地も可愛い、ありがとう。惚れてまう隅田川花火マジでいいな、行ってみたい。あれ、トトラ可愛い、ありがとう。巻き巻きユキキンベルンさん、誰もありがて、ちょっとここら辺ちょっとなんだよ、ごめん、何度も呼んでしまい、すみません。ちょっとヘアオイルを塗ってカールキープしてもろて、いいじゃない、たまには。なんか巻いたらさ、大人っぽいね。わかる、マックのハンバーガー食べたい。この人さじさんに、マックのなんかポテトが入ったやつが食べたい。あら、ヘアオイル塗ったやつだからあなたの毛につけとくわかわいい、ベイビー、ベイビーが来た、かわいい。臭い、このヘアオイル、ごめんね、慣れぬ香りだわってツヤが増したんじゃない、した。よきよき。こんな感じ。ふわふわ。にゃ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 。ハッスルハッスル。ハッスルハッスルって。え、美味しそう、寿司。寿司でもいいね。かっぱ寿司ってでもこの近くの。お姉さんだね、お姉さんになっちゃった。くら寿司も美味しいよね、スシローも美味しい。タンタンさんありがとう、スノーもありがとう。ベーコンポテトパイ食べたい。じゃあ完成、私メイク完成。イメージが変わってよき、みんなとのマンネリ化防げる。推し、他の推し子に釣られてるみんなの、みんなのこと惚れ直せるかな。
みんな他の子に釣られてるから自撮りしよう。福ちゃんち可愛い、ありがとう。そう、みんな新しい子か新しく入ってきた子か若い子が好きだから。また惚れました、さすがです。そんなやつおらん？おるんよ、ここには厳しい。おるんよここには、そんなやつたんまり。てかそんな人おらんやろ、もうここにはいませんね、釣られてもう戻ってこないので。自撮りって難しい。え、普通の配信でスクショタイムってしなくない？普通する人いるの？アッスーさん、ありがとう。戻ってこないよみんな。去るものは追い越すってローランドさんが言ってた。ローランド様が、でも勝手にスクショしてもいいよ。いや、勝手にスクショして何があれなんやろ。みさきちゃん、そう、勝手にスクショしてるでしょみんな。アディティアワヒュさん、ありがとうね。今スノーバラン、ありがとう。うん、シャッターをならん設定にしてみてる。かなうちゃん推しのからし大根さん、お、ありがとう。ここにいていいの？取れた。青いのが取れた青すぎる。スクショタイム必要？目に焼き付けてる、さすが。お礼の時は確かにスクショしてねって言っ
ってるな。ふさんハートありがとう。じゃあ今からポーズするのでそれはスクショしてください。どういうポーズがいいの？こういうのとか。こういうのとか。なおとさん、嘘ありがとう。ちゃんと雰囲気に合ったポーズをしてる。今日の髪の毛とかの。かわいい？石さんかわいい、ありがとう。いろんなハート、おしまい。おしまい。ちゃんちゃんすごい。ユキでした？3枚も取れました。やった。トラッキーさん、トトラありがとう。こちらこそありがとう。石さんかわいい、ありがとう。ユキでしたか。取れてよかった。コーヒーこぼし大丈夫そうか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。早く拭いて、シミにならないように。30枚受ける。厳選してね。コンコありがとう。じゃあちょっとメール送ろう。さっきちゃんと写真撮ったから、そのメールをみんなに送る。コンコありがとう。青ラー油入れすぎた。大丈夫か。覗きな。ラー油は取り除きな。てかさ、自撮りってさ、皆さんに質問があるんですけど、メールで送る自撮りって縦と横どっちが好きですか？クレイ送る？あれ？お役目頑張る。頑張って。縦と横どっちが好き？縦派。なんでなんで、その理由が。縦？マジで？なんで縦がいいの？私さっきもう全部自撮り横でしか撮ってない。斜め横は背景が、あ、顔がドーンの方がいいのか。タブレットは横。頭まで入ってるのがいい。あ、横派？斜めも一応取っとこう。
頭もしっかり入ってるのがいいのかな。ポテトこぼした大丈夫？子供ってみんなみんなこぼして子供だって。普段着はよく、あ、玉でやってみる。馬一筋さん、アクボーナティオさん、ありがとう。これからメール送る時の参考にしたい。じゃあ投票にしよう。自撮りのメールとかで送る自撮りは写真は縦幅1横幅2。はい、1縦幅2横幅。どうなんだろう。じゃあその間に自撮りしよう。こう正方形？近めと遠めもどっちがいいんだろう。難しいね。とりあえずいっぱい自撮りしました。これでもかってぐらい。あー、どっちのパターンも良き。集まったかな票数は。メールは縦方向に読めるから芯も縦が、あ、なるほどね、なるほどね。ほうほう。じゃあ投票結果出ましたかね。いきますよ。じゃん。おー、圧倒的縦派。縦派社会。縦なの？縦なんだ。みんな縦が圧倒的。7割以上縦だった。縦社会。縦の糸はあなた。サイダーさん、ハートありがとう。圧倒的縦。意外。なんか髪の毛。トリプルスコア。急にヘアアレンジ大会が始まってる。ギャルギャル。縦がいいんだ。なんか変。リンゴヘアにしたかった。そうなんだ。みんなサイドポニー。そうなんだ。みんなったら、じゃあ縦の、縦で送ろうかな。
んこつさんありがとう。そうなんす。じゃあメールは立てて送りますね。光が強すぎて今からかあれ話す人みたいになった。階段話す人かと思った。普通にこの部屋がすごい薄暗いんですけどあ大丈夫そのままで。横の写真もじゃあ送りますね。キミルンさんありがとう。それもう階段話し始める色味だった完全に。近めと遠めもどっち派とかあるのかな。じゃあこれで。なになに雷の音大丈夫。どこどこ。ヨッキーミルンさんありがとう。じゃあ今日のおはようメールを、おはようというかファーストメールを送ります。RPG さんありがとう。よし、メール送るぜ。完了。なぎちゃん、ひろうちょうさん、みきやくん、なぎちゃん、えびさまさん、 RPG さん、ミヤティさん、ありがとうございます。ミキヤくん、業界用語的にはおはようメールでもいける？一応こんにちはにしておきました。ニョッキンミルンさんありがとう。行かれました。ん？雷落ちた。大丈夫そう。
くれたぜ。じゃあメイク配信終了。夕方5時のチャイムが鳴り始める時間だ。じゃあ私もそろそろ終わろうかな。でもまた配信は夜します。まだまだしておこうかな。え、それ今オリンピックもうやってんの？早っ。4時40分。どうしよう。なぎちゃんありがとうね。配信からもう2時間が経過している。すごい配信している。さんぱちさんありがとう。はやとさんありがとう。クレヨンしんちゃん見てるの？まだ私を見ておきたい。何についてお話ししよっかな。外溶けるよね絶対。まあこんな服でいたら 100% バチ当たります。外に出たら室内はこれぐらいがちょうどいい。まあ寒くない。つぶちゃんもでしょ。だって毛皮着てるもん。時間忘れるよね。暑すぎて溶けました。宿題はね終わった。提出物があるかもしきっとね、いないよな。あったら言えるかな。まぶた閉じて浮かべているよ。ロムさんありがとう。自己紹介。 STU48 の工藤リコです。リコチってみんなに呼ばれています。身長は156センチです。足のサイズは 23.5 センチです。ペンライトの色は水色と黄色です。好きな食べ物はネギトロです。他にもかき氷もヨーグルトも焼き芋も大好きです。ポテトも大好きです。好きな季節は冬です。好きなディズニープリンセスはラプンツェルとアナと、でも一番大好きなのはジャスミンです。あとなんだろう。配信が止まった。
筋肉痛痛い。おーい。なんか止まっちゃった。ふさんありがとう。好きなお寿司のネタはネギトロです。お寿司食べたくなってきちゃった。ただいま。止まっちゃった急に。配信いっぱいしすぎだぞってことかな。フォロー嬉しい、ありがとうございます。あとは好きな調味料は蜂蜜。誕生日は3月29日2002年生まれ、22歳です。22歳に思えないんだけど自分が。22歳です。で、好きなことは、最近は汗をかくこと。あとは食べるものに迷う。なんで？あとは家にいること。真逆。好きなお酒ない。まだ味がわからない。獺祭スパークリングが好きです。でもわかる、獺祭は飲める。飲みたいね獺祭。獺祭、獺祭好き。最近わかるようになってきた。ピンクが一番私飲みやすかったか。獺祭の味か。あ、タコス、タコス、タコス作ることが好きです。そう、地元の名酒。獺祭。モスで獺祭使ったシェイクがあったって。すごい、あのモスがタカ。タカってお酒飲まんな。タカ飲まんなって。なんで？ガンギ。あ、私ガンギ好きかいね。あれ良かったかい。あれか、ガンギ。あれは虎之助みたいな。虎之助みたいな。かったっけ。私が一番なんかこれが美味しいって、こう、あのさ、お兄がさ、じゃこれが美味しいよみたいな。割と辛口がいけたんよね。私辛口がいいらしいです。思い出した、みんなが日本酒飲みたくなってきたって言い始めてる。日本酒大人よね。休みくださいさん、大丈夫？ハートありがとう。あー、切実だ。でもお酒はあんまり分かりません、まだし、あんまり飲む機会もないかも。お正月だけです。今の推しメンのアイドルさんは乃木坂さんだったら、じゃあファンクラブに入っているのは斉藤飛鳥さん、山下美月さんで、岡田奈々さんで、トークを取っているのは梅澤美波さん、遠藤さくらさん、久保しおりさん、与田祐希さん。もうね、3期生が大好きです。
撮りたいと思ったけどまだちょっと、そしたらもう10人ぐらい撮っちゃうから。今挑戦したいことは、フレンチを食べる。フレンチ、イタリアンとか、なんかそういうちょっとおしゃれな大人なお料理を食べること。うん、フレンチって何が、うん、びっくりしちゃった。しかもなんかめちゃめちゃ大胆に隠せてなかったかも。 手から溢れてたかも、あくびが。あ、スペイン料理とかも分かる。そういうとこのマナーを身につけたい。テーブルマナーを学びたい。うん、テーブルマナー学びたい。あとは豪快なステーキを豪快に食べたい。大きなステーキを豪快に食べたい。確かに動画企画とかできたらね。フランス語の確かになんか大人の階段をいっぱい登りたい。ヒロピーさん凍ったバラありがとう。あとはヒロピーさんハートありがとう。果実さんもありがとう。中華、本格中華も食べてみたいし、本格韓国料理も食べてみたい。もうそういうのはまだ割とあるから、イタリアン、フレンチでちょっとおしゃれな美味しいご飯を食べたい。君はまだシンデレラっさ。得意料理はタコス。ママ私のタコス料理じゃなかった。得意料理って何があるっけ。なんもなくない。あああれか、ブラーターチーズ。最近作ったのはトマトとブラーターチーズのカプレーゼじゃないのかな。あれは何、普通にトマトとチーズのサラダ添えたやつ。ぶち込んだやつだよねあれ。あれはトマトとチーズをただ一緒にぶち込んだやつ。あ、ピーマンの肉詰め。でもさ、得意料理って何、食べるがために食べたい系作っちゃうだけでさ、何でもできるけどって。じゃあ今は、じゃあ今ハマってる作るのはタコスとカプレーゼ。ムッキンミルンさんありがとう。かわらそばも得意料理だね。じゃあ得意料理はかわらそばっていうことにしとく。言うときはね、かわらそばです。お箸で食べられるフレンチなんてある、かっこいい。カレーも上手にできます。瓦そばの口になった。あとはね、カップラーメンいいね。あとは得意なこと他は、日本喜んでるやん。餃子もいいね。中華料理は麻婆豆腐と、今のところ麻婆豆腐が一番上手かな。鍋も。オムレツはご飯タイム来る？じゃあ終わろうかな。もう食べるの？配信続けちょってもいい？じゃあ5時になったら終わります。そう、5時になったら終わるつもりだった。
つぶちゃんの夜ご飯タイムが始まる。ひろぴーさんありがとう。ハート。かわいい。ひだり焼き。ひだり焼き。独り立ち。夕方腰のチャイムが鳴り始めたら鳴るときに終わります。あ、ご飯食べるって。私も見に行ってくる。よかったね。かわいいね。似合ってるね。いろんな犬がそれつけちゃうのかわいいよね。早いわよあなた。知らぬ間に食べとったよね。見向きせん固くないままの方。何にも見てなかったよ。ぬるっと言ったじゃん。まあいいのね。ゆとりです。ゆとりなゆとりです。いい歌だよね。大好き。のろすけさんはありがとう。うっぽさんミラボありがとう。まどろみ吹き飛ぶ。え、そっか、だってやることなくて暇だったって言ってたもんね。よかった。成田の新地幅は。はやとさん、ロニーさんありがとう。ご飯食べた。あとは水族館に行くことも好きです。最近は全然行けていないけど、水族館はすごい好きです。タカさん、ロニーさんありがとうございます。かなあ。とはネットフリックス見るのも大好きです。声も好き？ありがとう。うん、クラゲとかめっちゃ見るの好きだな。でも私割と水族館の中で好きなのはサンゴ礁とかだったりするんですよね。今は私とはどんな人か自己紹介タイムでした。南の海のコーナーのサンゴ礁のコーナーが一番好き。サンゴ礁を見るコーナーが一番好き。サンゴ礁があるコーナーが一番好き。ひろちゃんありがとう。じゃあそんな感じかしら。じゃあもうこんな時間だし配信終わろっか。ファジャーさんありがとう。美ら海水族館も大昔に行ったんですけど、また行ってみたいね。割と一番サンゴが好き。ヒロピーさん、うん、ありがとう。配信は趣味。趣味は配信です。めっちゃ配信好きです。そう、美ら海水族館でキャベツちゃんっていうキャベツを抱えたマナティのぬいぐるみ、今でもお気に入り。キャベツちゃんキャベツ抱えてるからキャベツちゃんってやばくない？端的すぎる。私の配信、私のことが知れた？よかった。夜配信も今の髪型かわかんないけど、もちろん夜配信もします。カラオケとか行かないの。今は行かない。行く時もある。
ファジャーさん、え、キャベツ今安いの？高かったのに。そう。じゃあ終わろっかな。17時になるけ。あ、アンチエイジングも趣味。アンチエイジング好き。アンチエイジングで日焼け止め塗ったりしっかり保湿したりするのも好きです。つぶちゃんがどこ歩いてるかわかる？急に。あら、あら、あら、あら。ナリトの戦士、ナッチさんありがとう。あー可愛い。じゃあ、え、頑張って。この後お仕事の人も頑張ってください。あ、これからドラちゃん。ゲップタイム。青春のラップタイム。ラップタイムね、ラップタイム。ゲップタイムとか。ナッチさんなり楽しんじゃありがとう。じゃあ終わろうかな。この後お仕事の人だったり、まだまだお仕事だよの人は頑張ってください。これ今日はお休みだよ、まったりしてるよって人はもうめちゃめちゃ休んでください。では終わります。39位からひろちゃん、みつるんさん、まささん、ひひさん、くにちゃん、ぼやっきーさん、 RPG さん、みきやくん、ゆなさん、トリガーさん、はなぎちゃん、平成天狗さん、キッドさん、たやさん、けんちゃん、けいたさん、ポンコツさん、馬ひと筋さん、ひろぴーさん、のろすけさん、きはさん、なりとのしんち、こんこん、ロムさん、さくらばなさん、しばさん、トトラー、ソフさん、サム、ニョッキンミルンさん、マイコリさん、ミツさん、スノー、そして本日の秋元先生枠はトラッキー先生です。ありがとうございます。あーさん、福ちゃんち、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はマルでした。マルありがとう。第2位はウッポさんでした。ウッポさんありがとう。そして第1位はバリーさんでした。バリーさんありがとう。ありがとうございました。そして配信を見てくださった、ここでいっぱいコメントとかしてくれたり見守ってくれた皆さん、ありがとうございました。バリーさんありがとう。お疲れ、ありがとう。フさんハートありがとうね、見守ってくれてありがとうございました。じゃあ皆さん、今日もいい一日をお過ごしください。それではいきますよ、せーの、えいえい、おー、健やかに。またね。今日の夜はもしかしたら可愛くしてやっほーってするかもしれません。じゃあね、お楽しみに。ハヤトさんありがとう。バラ、お楽しみに。じゃあね、後ほど後ほど、バイバイ、またね。